九州鉄道、明治21年に創立され、明治40年の鉄道国有化法により解散するまでの19年間北部九州一帯の鉄道網を整備し、あと南はですね、八代までの路線を開通させた鉄道会社になります。この九州鉄道が小倉から黒崎までの区間を開通させるにあたって、まあ当初はね、現行の鹿児島本線と同じルートを通りたかったんですけど、陸軍からですね、おい、あんまり海岸線に線路を作るな、敵が攻めてきた時艦砲射撃を受けて使えなくなるじゃないか、もっと山の奥にね線路を引きなさい、というねことがありまして、でこの大倉線というものがね引かれることになったのです。その大倉線を開通させるときに作られたのがこの帯橋梁ということになるんです。見てください、ちゃんとね横にこの石のプレートがあります。立派な観光名所ですよね。こんなプレートがあるんですからね。橋の上に家があります。それはそれとして、まあ、トンネルの出口のところですね、ここの周りだけこうレンガがねデコボコデコボコしてるわけです。これ下駄っぱと呼ばれるものでして、将来的にねこの下駄っぱ方向に線路を増設したい、で新しく作ったこの線路用のね橋梁と既存の橋梁をしっかりひっつけて、で強度を増したいという時にね作られるものなんです。まあね、こうやって今下駄っぱが見えるということは新しく線路は増設されなかったということなんですけどね。それでは上に登ってみましょう。今から上がるところにですね、線路があって、で鉄道が走っていたわけなんですけどね。さっきまで行った場所からこの鉄道が走っていた場所まで高さにしてね6メーターかそれぐらいだと思われます。右を見ても左を見ても昔からねここは道路 でその道路沿いに我々は立っているんですという顔をしたね家が立ち並んでいるんですが、まあ仕方がないかもしれませんね。大倉線が廃止になってからもう100年ぐらい経ちますからね。でもまあここは昔は線路だったんです。さっきのトンネルのあった道の上に来てみたんですけどね、反対側を見渡してみますと、やっぱりね家がありますね。なんでこんなことになったか、まあ詳細は分かんないんですけどね、まあ土地が空いてたからこうやってね家を建てた、そんなところになるのかもしれません。本日はねこれから九州鉄道の遺構というものをね探していきたいと思います。移動時間30分ということは往復で1時間かかるんですね。まあいいや。こちら現在恵比寿赤レンガアーチと呼ばれているものになります。現在の鹿児島本線もこの恵比寿のレンガアーチ橋のすぐ横を走ってるんですけどね、ただ違うのは、この先にある城山峠を現行の鹿児島本線はトンネルで通過します。九州鉄道お金がない鉄道会社でしたんで、このね長いトンネルを掘ることができず、無理やりね峠越えのルートを作って、で福岡方面へ鉄道を走らせていました。その名残がこの恵比寿のレンガアーチ橋ということになります。このレンガアーチ橋、どちらの側にも下駄っぱがないんですね。
だから多分これをね一時的な措置として作ったもので、将来的にはちゃんとねトンネルを通す、そういうつもりでいたのかもしれません。平和の街にあるこの巨大なモニュメント、これがね何かと言いますと、九州鉄道茶屋町橋梁と言います。最初に出た大倉橋梁と同じ大倉線の一部だった橋梁跡です。明治23年に大倉線の敷設に合わせて作られたものです。で、大倉線自体ね明治44年に廃止されたわけなんですけど、以降ねこれだけのもんですから、まあ橋として再利用されたりとかなんとかすることもなく現在に至っている、そういうものです。で、反対側に回り込みますと、ご覧のように下駄っぱ構造になっています。まあここもね将来的に伏線化するためにこういうね下駄っぱ構造を採用したんだと思われますが、やっぱりね伏線化はされなかったんで、今でもねこの下駄っぱ構造を見ることができるのです。多分この橋梁はこのままずっと残り続けるんでしょうね。他の邪魔にもなりませんからね。それでは次へ行ってみたいと思います。やってきましたのは小倉北区高浜。近くにはね小倉鉄道が作った、埠頭までの石炭輸送船の跡があったりします。これからね見に行こうとしているものはそこまでね有名というか、まあ価値があるというか、まあ確かにね文化財の指定とかなんとか受けてないんですけど、でもね九州鉄道というものをね知る上においては、まあそれなりかな、それなりには価値のある、そういうものです。ほい、これです。半分ね民家の壁に突き刺さっていますが、これね九州鉄道の境界柱です。境界柱というのは土地の境目と境目に建てるものでして、この場合はねこっちからこっちが民家の土地で、こっちからこっちは鉄道用地だったということをね示すものだったりするんです。今ね民家の壁に突き刺さっていますが、これね書いてある通り九州鉄道が建てたものです。ということはもうね100年以上昔に建てられたものがこう今もね残ってるわけですね。これは昔読んだ本に載ってたんで知ってたんですけど、この先をねちょっとばかり行きますとね、境界柱があります。普通の人だったらね、何かあるなぐらいで見逃してしまうんでしょうけど、藤原さんぐらいのね頭の悪い人になるとパッと見てですね、石でできているこの境界柱はただものではないと思うわけです。でねちょっと回り込んでみましたら、はい、ご覧の通りです。九鉄用地の文字が刻まれています。これね九州鉄道の境界柱なんですね。これねネットとかなんとかにも今まで上がってるのを見たことがないんで、間違いなくね藤原さんによる新規発見なんですけどね、発見したところで誰かに褒められるとかそういうことは一切ないんですけどね、まあでもね藤原さんとしてはもうね個人的には超ガッツポーズものの発見なんですけど、まあね、まあそれだけですよ。まあそういう世界にね藤原さんは住んでるわけですね。でね藤原さんがねこの境界柱の写真を撮ってましたら、近所のおじさんがですね一体何の写真を撮ってるのと不思議そうな顔でね訪ねてきたんで、まあね藤原さんもこうね親切にですよ、今ね JR があります、その前は国
鉄でした。で、国鉄の前に九州鉄道という鉄道会社があって、でその九州鉄道が九州で初めて鉄道を走らせたんですよ。で、そのね、九州鉄道が建てた境界柱があるんで、それがね、珍しいんで写真を撮ってますと、非常に丁寧に答えたんですけどね、おっさんね、つまらんさそうにですね、ふーんとだけ言ってね、どっか行ってしまいましたね。まあ、普通の人にしてみればね、まあそれぐらいの価値しかない、そういうもんですけどね。それでは最後に門司駅に行ってみたいと思います。門司駅です。最近解体保存工事も終わりまして、綺麗にね、建造当初の姿を取り戻しました。今日は九州鉄道の遺構をまあちょっとだけですけどね、見て回りました。あんなものを見てね、何が楽しいんだよみたいなことをね、言われる方もまあいますけどね、でもね、歴史を知ること、歴史に触れることというのはね、とても大切なことなんですね。なぜこんなところに町があるのか、まあ鉄道で言ったらね、なぜね、こういうルートで鉄道が走ってるのか、その理由を知ること、まあ大切ですよね。で、それを生かして、じゃあどうすればいいかみたいなことをね、考えることができますからね。現状を変えるためのベースになるのが、このね、歴史を知ること、歴史ということに、ね、なるかと思います。皆さんもね、近所とか、まあ遠くでも、気になるものがあれば実際に見に行ったりとかね、いろいろと調べてみる、そういうことをしてみるとね、何か新しい発見があるかもしれません。まあ楽しいですよ、実際ね。それではご視聴ありがとうございました。また。